熊谷市広瀬付近埼玉県道385号、武蔵川丘陵森林公園広瀬線は、埼玉県熊谷市万吉の埼玉県道173号、時川熊谷線との分岐から、熊谷市運動公園前交差点を結ぶ県道である。関越自動車道東松山インターチェンジと、熊谷市を連絡する熊谷東松山道路の支線に相当する。 旧熊谷東松山有料道路から無料化された際に県道標識が新設された本線の埼玉県道173号、時川熊谷線とは異なり、この県道には単独区間においても独自の県道標識が新設されておらず、案内標識にての表示が唯一あたり県道を示すものとなっている。起点の時川熊谷線との分岐点は、 ハーフインターチェンジの形態となっており、時川熊谷線の熊谷市街方面と、東道路間の行き来はできない。熊谷市港南地域北東部の田園地帯を抜けると、熊谷大橋及び直結した立教により、荒川、埼玉県営荒川大魔星公園、秩父鉄道秩父本線、広瀬河原車両基地を一気に飛び越えて、終点の熊谷運動公園前交差点に至る。 終点の熊谷運動公園前交差点では、国道140号と交差するほか、熊谷市道を宮野塚古墳通りへ直結し、熊谷運動公園や国道17号へ接続している。2019年5月20日より、宮野塚古墳通りはさらに都市計画道路、熊谷西環状線に直結するようになり、東道路、宮野塚古墳通り、熊谷西環状線が一体となって、 東松山インターチェンジやナメガー城、熊谷市南部、熊谷市目沼地区、群馬県大田市方面の間の既存の渋滞区間を迂回する新ルートを構成し、熊谷市西部の交通状況を改善する役割を有している。ありがとうございます。